こんにちは、ナタちゃんのタナです。今日は皆さんがランニングをねするとき、体重をしっかりと足に乗せるっていう感覚があるかないかっていうと、まあ皆さんわからないなとかうまくできないなと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、体重をしっかりとグッと乗せることができると反発をしっかり得ることができるんで、その重心を前に運ぶために必要なエネルギーを得ることができるっていうのがありますよね。でだけど接地する面が自分の重心よりも遠い位置に踏み込みが入っちゃった時に跳ねる力っていうのはやっぱり小さくなってしまうし、設置する時間も当然長くなってしまいます。でそれらを解決していこうと思った時に意識してほしいのが、跳ねる力をいかに引き出すか、ここをちゃんと意識していくための今日はドリル練習をやっていきましょう。ということで、皆さんにですね最初に意識してやってほしいのはプライオメトリックスっていうトレーニングがあるんですけど、あんまりね長距離競技では取り入れられないかな。動きとしても神経的なものがあるので少しリスクが高いので体が温まってる状態でやるのがおすすめです。でどういう風にやるかっていうとすごく簡単で、後ろに触ってそのままパッそのまま軽く跳ねて足の裏全体で跳ねて戻ってくるだけっていう、これだけです。これすごく大事な動きがあるんですけど、まず一つ目は力まないことです。例えばすごい体が力みがある状態で戻ってこれないですね。バネが効かないです。いかに力を抜いてやるかがすごく重要なのと、背中かといって丸くなっててで脱力できていくとどうなるかというと、これも戻ってくる力が得れないです。大事になってくるのが軸をいかにしっかり作るかになってきます。くるぶし、膝、股関節、胸、肩、耳、この頭部のラインを含めてしっかりと体のバランスをとってもらって、軸を伸ばしたイメージを作ってから四肢の力を中心にしっかり抜いていきます。でそのまま後ろに跳ねて戻っていく。これ押すとか跳ねるっていう力を使うっていうよりは、落ちてその時に床反力っていう力が働くんですけど、その力を使って戻ってくるだけなので、どっちかというと力を使わずここに持ってくるっていうのが大事なポイントになってます。はい、ということですね。自分のこう押し出す力とかそういったものを使って動かしているわけではないです。で姿勢がいいとこのポジションが取れるっていうのを覚えておくといいです。例えば反り腰の人が同じようなポジションを取ると、ここで腰に力が入りすぎてしまって痛みが出る原因になってしまうので腰を痛めてしまいます。なのでできるだけこのくるぶし、膝、腰、胸、肩、耳のこのラインをしっかりと合わせるっていうのはすごく重要なポジションになるので覚えておいてください。跳ねる動作を適切に行おうと思ったら姿勢がいいっていうのはすごく重要だっていうのはよく分かっていただいたと思うんですよね。でそれを活かして次は何のドリルをやるかっていうと、ステップのドリルになります。はい、ということでプライオメトリックスでやってこう跳ねる感覚っていうのはつかめたと思うんですよ。で姿勢がすごく大事だなっていうのも分かっていただいたと思うんですけど、でその後にやっていくドリルなんですが、片足でダブルステップをやっていきます。1、2、1、2を片足でやるからランニングの動きになるんですけど、これを1、2で2回同じ足でステップをしていきます。でそうすると2回ジャンプする、効率よく自分の足の反力を使ったバネのある動きをやってる時っていうのはリズムよく跳ねることができるんですけど、例えば同じことを背筋が丸い状態でやろうとするとあんまり跳ねた感じがしないです。跳ねた感じはしない上に、その跳ねるイメージを作るために自分で蹴らなきゃいけなくなるので、足首やふくらはぎにどうしてもストレスがかかりやすくなってしまいます。しっかりとお尻で地面を捉えて跳ねる感覚を大事にするためにも姿勢がすごく重要なんですが、それを適切なバネをちゃんと使えているかどうかを尋ねるのに2回ステップを入れていきます。これが1回だと普段やってることと変わらないから分かりにくいんですね。でまずその2回ステップを入れて効率よくリズムよく跳ねてるかどうか、ランニングと同じリズム 1、2、1、2 のリズムで1、2、1、2、1、2、1、2ですね。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2でまだ上に跳ねるだけしかやってないです。で重心の位置は支点と合わせているので前に基本進まないです。これを胸の位置をちょっと前に倒す、このまっすぐ立ってるポジションからちょっと胸の位置を前に倒すっていうエネルギーを働かせると片足バランス崩れて前に進み出します。でそうすることによって重心が移動してランニングというものができるわけなんですけど、これをちゃんとバネができているかどうかチェックするのにダブルステップをしながらスキップをするというものです。でまっすぐ取ってリズムを取っているポジションから胸の位置を前に乗せると、
という具合に地面を蹴らなくても重心を前に運ぶことができますよね。足首で蹴るような動きをしたりとか、自らこうバターンとこう一生懸命倒れようとしなくても、腕を振らなくても進むことはできるんです。だけど今のままだとランニングの動きにならないですよね。なのでダブルステップからのランニングの動きを意識していくと、より跳ねるイメージっていうのが強く働きます。でこれで足の裏全体でしっかりと地面を押して跳ねてるっていうイメージを作ったら、それを大事にしてステップをやってみます。今は支点に対して重心をできるだけ真上に乗せるように意識して動かしてるんで、すごく上に胸に跳ねてるっていうのが多分やってて分かると思います。でそれは重心をもうちょっと前に送り出したら、ちょっと効率強く動くポジションが見つかると思うんですね。なのでもう少し胸の位置を前に乗せてみます。胸の位置を前に乗せます。というわけですね。上に跳ねるっていう動きは基本的に総動作の中では無駄が生じやすいです。なのでできるだけしっかり前に送り出そうと思った時に、胸のポジションをどこに置くのかっていうのを考えなきゃいけないんです。でその時背中が丸くなってしまうと反力を得にくい体のポジションになってしまうので、背筋は伸ばす、体はリラックスする、これは基本になってきます。その上でこの胸のポジションを支点に対してどういう置き方をするか、これを考えていかなきゃいけないんで、走っている時にまずこのステップを練習していただいて、まず地面をしっかりと捉える感覚、バネをしっかり適切に使って跳ねるイメージを作ります。楽に跳ねる感覚をしっかり作れたら、そのまま片足ずつのステップに切り替えます。でそれだけだと上に跳ねてしまうので、胸の位置を調整して走るポジションに切り替えていきます。でそうすることによって跳ねるっていうイメージだけで重心移動ができる楽なランニングを作り出すことができますし、なかなかバネ感のある動きができていない、躍動感のある走りができないっていう風に悩んでる方いらっしゃると思うんですけど、こういったバネをちゃんと活かしてランニングするっていうのをすごく意識してみてもらうといいです。でこのドリルやった時によくありがちなんですけど、足が上がらないっていう方が結構いらっしゃるんですけど、骨盤位置が前に倒れていたりすると足が上がりにくくなってしまうので、姿勢のポジションが悪い可能性があります。背中が丸くなっても足が上がりにくくなります。骨盤がしっかり立っているからこそ足が適切に上がるし、適切なバネが働いて上に足が上がってくるようになっています。なのでこのバランスをしっかり取るためにも、しっかり足を上げられるようにするためにも、まずはプライオメトリックスですね、ああいった段差を使っていただいて、降りる上がる降りる上がるですね、その時に降りたり上がったり降りたり上がったりする時の反動で体の軸が前後したりとか、バランスを崩したりしないように、うまくまっすぐ乗せる、まっすぐ戻る、これを意識してもらうことと、リラックスすること、これをうまく合わせて調整できるように頑張ってください。ただでした。以上です。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。おすすめの動画はこちらになります。では。